どうもー、浦さんです。はたくんだよ。皆さん、はい、早速でございますが、今回挑戦するソフトは、うん、サムライスピリッツ天草降臨特製でございます。はい、久々のサムスピですよ。そうやね、楽しみですよね。楽しみやね。でもまあ、はい、また難しいんやろうね。そんな気もしますが、はい、さあ、これはプレイ経験は、いや、もう見たこともやったこともないんで完全に初見ですね。それはそれ新鮮な気持ちで、はい、できそうな気がしますけども、はいはい、サブタイトルにもついてる通り、うん、天草降臨と出てるのでね。そうやね、なんか天草シロさんが、うん、何か知りかしそうな、そうや、もうプンプンやね。期待しなかったりしますが、はい、今回、使用するキャラクター、うん、シャルロット。シャルロット。シャルロットちゃんでいきます。はい。復活キャラクターらしいですよ。あ、前回出てなかったっけ？みたいなんで、うん、このシャルロットを使ってね、うん、畑君だけのシャルロットと意外と因縁があったんで、今まで。そうやね。特に初代がそうやったよね。今回このシャルロットを使って、クリア目指していきたいなと思います。はい。いいですか？はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ、皆さん、早速プレイしていこうかなと思うんですけどもね。はい。キャラクターもこんなに。新キャラも増えてるみたいなんで、ね、上3人がそうやね。まあでも今回、天草さんもおるか。今回このシャルロットで、うん、行きたいなと思います。あはーん言ってますよ。ははーんじゃないの。あはーんじゃないですか。あはーん、どっちかわからない。今週は羅刹、また今回もあるんですけども、うん、今回羅刹で羅刹で行きますね、浦さん。はい。あれ、浦さん、時間がタイムリミットありますね。8分って、はい、あの木ジャンプな感じ。おお、懐かしい。大丸の二人は来ていたのか。シャルロット久々の方登場ですよ、皆さん。そうや、見たよね、うん、急がねば急がねば、急いできます。はい。あ、いいな、寒すぎっぽいな。うん、音がね。お忍者半蔵やん。次は無情なり。お、始まったもん。お手で半蔵。また畑くんから、うん、来ますね。まあ言うても初戦やからね。軽くいきますよ、うん、おーいいねー、ーパワーガーでしょ。やっぱ気持ちいいな。やっぱあ、なんか背景変わったぞ。うわ、投げ技、お効くねー。やられてるで、結構やられてる。これ飛び込むね。消えた、ちょっと消えた。上から来るから。よし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 、うん、まあ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 初戦なんで、ね、なんで、まあまあまあ、ゆっくり行きましょう。ファーブラシやっぱ気持ちいいな。めっちゃ減ったやん。なあ、怒りちょっとすげえな。よし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 。あ、まあ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 、まあ、初戦なんで、ね、初戦なんで、まあこんなもんでしょう。お、じゃあ津村さん。お、めっちゃ可愛い感じだね。お、これよりは抗議の任務は。いざ尋常に。いざ尋常に行きましょう。十兵衛。十兵衛や。十兵衛やるよ。波動拳でケリサルさん何投げ技できるらしい。波動拳でケリ。そう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 。当てなあかんねやろ。そう、スライディングみたいな感じで投げてるみたい。よう。強いね、やっぱ重兵。六切り。やばい。おじさん、大丈夫これ。ちょっと。まだ2戦目、2戦目。思った。お、武器破壊。武器破壊ね。うわー、気持ちいい。はっけ。お、武器破壊した。めっちゃ減ったな。衣装してる。これ、衣装してください。おー、さすが。まあ、一回武器破壊しちまえばね。こっちでも。うん。さすが。バイオネットラーズ。バイオネットなんとかだね。バイオネットラーズって言ってらしい。あ、投げできんじゃん、これ。投げれる。これ、ね、気持ちいいよな。こんなこと出てきた。来た、天草さん来たね、今。今来た、天草さん一瞬。天草さん一瞬出てきたか。出てきたよ。よしよしよし、楽勝やね。なんかスムーズやね。ね、なんか下下上右右右下下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 下もっと地味に左上に時間が動いてください。
ほんまやだから、なんかさっきあった8分ってそういうことじゃないタイムリミットとか。あんねんなんかな。うるさいな。おいおいおい。危ないですよ。ここですかや。現にちょっとここですかやけど、完全に。似てるな。おっ、これリーチなのか使いやすい。いい勝負してる。これ。うわやばいやばいやばい。怒ったね。やばいやばい。バカすぎ、俺怒り。あー、ちょっとやべえ。こいつ辛い。普通に負けてるやん。やばいやばい。そうです。あまりの弱さ。うるさいな。言われてるで、あまりの弱さに。おー、すげえな。どんなんだよ。おー、めっちゃ気持ちいい。勝ち気だったね、俺さ。おー、来た。武器剥がし攻撃。ドヤ。おー、ギジュギリ。すげえ。全部減った。なあ。するで。あいつ怒ってるの、なんか地域サイトやば。なんか肉飛んでけへんの。なんかでもね、ライフワークってなったでいいな。どういうことなの。いい勝負してるな。やばいやばいやばい。怒ったで、こっち。おお、バカッツ怒り。どうや。おお、決まった。おっしゃ。怒り爆発した。怒り爆発からのこれ一戦でやったよ。よし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 。面白いな。面白いな。怒り爆発。じゃあ、千倉さん。はい。今のところ順調やね。順調よ、ほんまに。あ、大阪城あれ。すごいね。あ、何城俺さ。わからない。中は白やろね。教えて何城か言ってや、一応適当に。もう大阪城でいいよ。桜でしょ。そこは教えていいよ。これが、リムルル。リムルルちゃん。リムルルちゃん。俺さ、リムルちょっと戦ったよ、俺さ、一回前。前、ちょっと戦ったか。降臨されるキャラクターやな。そう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 。余裕やるなさ、今回は結構簡単やね、簡単にいけてるね、今のとこ。ちょっとやるちゃん。使いやすいよな、シャルロットな。いけるんちゃう、ノーコンテンツ。俺さ、これやばいやばい。俺さ、これいけるんちゃう、ノーコンテンツ、ほんま。ちょっと、ノーさんおっと、んなんかな、何してんの。リムルルちゃんよ、相手なあ、結構強かったぞ。あ、やるなぁ。いや、大丈夫だ、これ大丈夫か、ウサ、任せた、怒り爆発、怒り爆発。 ABC 同情し、任せた任せた、よし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 、よし、来た来た。お、どうや、勝負あーリー。おーすげー、ギリギリ、かっこいい最後。ギリギリやったわ。危なかったな、もうリブルルちゃんに。お前あぶねー。よし、もう5戦目。いやー、忍者のやつだな。ガルフォード、ガルフォード。犬なし、犬おるよ、犬おるよね、狼がおるよ。おっ、おー、ちょ、ランちゃん邪魔やな、あれ。やばい、マジか。おお、消えたあー、消えたな、上から来るよ、大体な。忍者って、このゲーム。SNK の忍者のゲーム、大体上から来るからな。よし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 。惜しい。あー、くそ。お、何やこれ。した危ね。怒った。いやー、くそ。まあ、まず一戦で、まず一戦どう、これどう、一戦で。インコン爆発した。さあ、こっちや。あー、負けた。くそ。あー、強かったわ、ガルフォード。強かったね。まあ、するよ、コンテニューよ。あ、続きからなんや。4分、4台やまだ。8分やったっけ、9分やったっけ。8分台。
急げ急げ、いけるかな。これ日本選手なら結構きついようなことはな。あ、そういうことか。時間ってことはな。上から来んねー。あれガードオープン逆になっちゃうよ。たまに言ってるけどさ。そうそうそう、おー、これ強いのにな。あー、追い打ち。これスポッタ追い打ちか。イエーイ。これ強くない？うん、強い強い。当たったかな。おお、よしよしよし、きた、武器破壊、武器破壊きた。かっこいいよな、これな。めっちゃかっこいい。やばい、武器取られる、結局武器取られた。いよいよ、上から来るよね。めっちゃ減る。よしよし、おーし、1本取った。ザク切り、ザク切りね。うーん、怒ったよ、アタ君も怒ったよ。バカツチャリカリ、当たってない。わしの一戦か。もう全然いいやん。あ、上から来るよ、上から来るよ。何でしょうな。何もできんよな、上から来た時に。さっきから。おお、少しや、上から。上から。だからあれ、やっぱ分身っていうのをなんていうの、あれもういけたと思ったら上から電車消えて。そう、お、お、うわ、これこれわかんわ。上から来るやつや、もう倒していいやで。あ、倒してよかった。倒していいよ、全然。ごめんごめんごめん、なんか、そう、倒したらあかん空気かなっていう。もう、ね、3回、4回クコンテンツにねえか、もう倒していいよ、全然。そういう絵欲しいかなと思って。いやいや、もう十分、十分。もう十分。おぉ、うん、ですよね。よし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 。よし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 。今日ギリ。今日ギリ。残り14秒。ああ、いけた。危ねえ。決めろよ。決めたいけどな。怒ってるで、こっち。相手も怒ってるで、これ早いで、これ終わんの。おお、気持ちいい。ああ、気持ちよかった。全然いけるいける。よし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 、当たってないわ。よし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 、早いか、ちょっと俺がちょっと早かった。あー、やばい、ガバン、ガバン、大丈夫、大丈夫、勝つこと考えろ。うー、まだチャス、こいつは引くぜ、チャス、怒るぞ、わし怒るよ。あ、当たってない、当たってない、まだいける、まだいける、メーターある、メーターある。うーわー、もう一番最悪だ。ゲージがなくなった。これで急に決まんぼやったから。そう、あ、くー、ゲージないぜ、お前ゲージないぜ。惜しかったなあ。れ、一戦したら勝ってたな。ボタン間違えて今。さっきやろ、頼むで、他の時はパピー。ああ、パピーちゃうわ、違う、赤の狼なんで。
お、決まった決まった、武器壊しや、おナイス、惜しい、惜しい、まだチャンスある。あー、届いてる。悔しい。今のは悔しいな。どっちが当たっとけばな。意外とこう、接触しとかないと当たらんのよな。そうやねんな。お、行きますよ。武器破壊させてくれへんねガルフォードさん。全部破壊されるな、しかもガードしたらと勝ちゃいいんだろ、要は勝ちゃいいんだよ、要は勝ちゃいいんだろ、俺がポンポンと相棒どうした、何キャラだよ、あ、間違えた、これはいらんって、ちっちゃい、俺もチャンディファルは、おーしょ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 、あ、なんかもっとも食べた、よし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 よこれすごい浅いよ、うん、そう そういう気持ちやろ、そういう気持ち、気持ち大丈夫、そういう気持ち、効くぜこいつ、効くぜ、よしよしよし、あーもうあれが決まるわな、ガルフォードガード硬すぎるって、硬いよな、終わりやな、終わってねえぞ、終わりやな、くそー、ちょっとでかい雰囲気が、うん、どうした、ちょっと惜しかったよ、惜しかった、あれはあれはめっちゃ惜しかった家でひたすらガルフォードせんやから家じゃないよそれは、悪い家、敵が悪いやろ悪い家1本目これいけてるよな、このパコンボな、これいってる、このコンボ、お、チャンス完璧やん、わいけてるいけてる、お、チャンス出てきた、おお、ハートスマッシュ、いいよ、よっしゃー、いけた、これいいよ、めっちゃいけた、これいけてるぜ、よしよしよし、いいパターン入った、パターン入ったな、よし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 、ここここジャンプ攻撃中切りやねん、あいつもここね、うおぉ中切り結構パンチが入りやすいから、そうそうそう、できんねん、まだね、優しさが当たってしまう、ええよええよ、パターン入ってるね、パターン入ってる、今おぉパターン入ってる入ってる、よし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 、勝ってよ、勝って、あ、ちょっと頼むで、まだまだいける、攻めろ、おっしゃー、やったいやあ、えぐいね、やっぱな、30個分の恨みやな、今のはな、そうですよ、忘れましたいやあ、捧げますわ、アルさんに、操作忘れたもん、マジ言い過ぎ、それは、はい、はい、お、木場神さんね、源十郎さん、うん、いざ尋常に、1本目、勝負、木場神さん、全然やろ、全然もう操作忘れてる、マジ冗談抜きでボタンも30回分以上空いてる30分以上空いてるかマジで忘れるな、結構待ったからな、ちょっと確かめな、これしゃあない、これしゃあないっていうかマジで確かめな、これしゃあないやつ、ちょいと思い出した、ちょいと思い出した牛の前のやつ、これがいかにお、いいよ、ゲージ消えてるね、消えるわ、やっぱ相当ゲージないと無理やな、いやこれあかん、これあかん、これ違う次から本番、次から本番よし、こっからこっからいざ尋常に1本目勝負、おいよ、
小島井さんはそんなトリッキーなキャラじゃないから、ストレートなキャラクターやからな。王道やもんな、うん、他の言葉も否定することないと思うけど。それは分からんよ。いや、報道だからそんなって変化球でもいいな。うわ強い。やっぱそのシンプルキャラが競技が強いな。強い。ハオマルとかと一緒で。そうそうそう。後ろに黒子さんもおらんねんね、もうそう飛脚な、飛脚もおらんし全然減ってるのに、もうから。よし、タビチのこと背景が倒せたで。ぬるっと倒したね。ぬるっと倒したよ。ぬるっと倒した。ぬるっと倒したって意味わからないけど、もっと時間かかっていねえんだよ、俺さん。そんな強い。そう、強いな。よし、いいよ。うまいな。ほら、ちょっと待ったね、いっぱい向こうに。よし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 。あ、それ打ち下がるやろ。あれ、なんでだよ。なんでだよ。お、危ない、危ない。うわくっそー。声揃って思った。爆発させられたか。あれ、ガンナルの一回爆発した時に出てくるあの。あれがだから近づいてるってことじゃないの、天草さんに。あ、そういうことなんや。多分。怒ってるよ。もうちょっとよ。あー、距離がすげえ遠いよな。ちなみにあの AB の女子さ、かわせるから、ね、かわせるよな、うん、やばい、すげえ。まあ無理よな、あれでかわすな。テオルみたいなの便利じゃないか。確かにな。で、距離近かったら入れ替われるみたい。そう、前もあったもんね、うん、うまいなぁ。当ててもなんかあんまりブヤが押せへんな。ブヤが押せへん。手元にあるのなんだこれ。よし、これこういうチャンスね。付き合いできるぞ。これここつこ、ここつこ、ここつこ、嬉しいやん。いいよ。よし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 、気持ちいいやつやり、気持ちいいやつ、すごい気持ちいいやつ。ジャンプ競技で、ジャンプ競技怒ってるわさ今。あ、やばい、気をつけて。バカしろバカしろ、抑えます、バカしろ。いいよ。あー、弾くのはね。弾くんですよ、キマガミさんは。今まで当たってたやん。弾くんすよ。くそー。キマガミの源次郎さんは弾くんです。普通に強いな。まあこれがサムスピよ。尋常に1本目勝負。お、いいよ、1戦目はほんま圧倒してください。すごいすごい。加藤勝利ね、あれは。ちょっとでも。うまい。よしよしよし。この後すごいよな、伸びるよね。なあ、まあ、飛び道具の代わりやもんな。そう、飛び道具はね。ほんまに。よし。こっからやな。よし。よし、勝った。うまい。これはでかい。おでかいよ。武器が飛ばへんねんな。よっしゃ。あ、でも相手はわざわざこっち来てくれたな。あの、拳や。怒りの聖剣見つけ。懐かしい。懐かしいやろ、ね、懐かしい。この、この、見たこの絵。お前見たこの絵。多分この絵見たよ。怒りも収まった。やばい。これは勝てるぞ。くしだしだぜ。リベンジだぜ、初代。初代じゃあ、2作目か。新サムスピンの時、新サムスピンの時、これ終わるのかな。終わりじゃん。おー、これいけたね。これいきました。よし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 。勝負あった。うわ、エグいやつ。うわ、さあ6人撃破。押し出す、押し出すね。天草城来た。お、顔色悪っ。ほんまやな、押し出ないか。俺と思った、うん、なんて書いてる。嘆き悲しむことが人の定めなり、我に逆らうグミの豊、何人にしろ恐怖の罰を与えようぞ。
やってやろうじゃねえか。アモックス初めて、あ、違うか、前に戦ったわ。浦さんがな。力と魂を離れたこの宝珠、まさに主役の輝きを。俺がそうすね。そうだよね。勝ちよ。お城取れないわ、俺ね。何て言った？あ、おう、ザンクロー来た、浦さん。ザンクローかと思ったら、こいつまた来んの一回勝ってるからね。そうやで。うわうーわー飛び道具強いな減るねこれ減るねー何もしてけお前にちゃんとそれでいいかお前はきついなこれきついな50秒50秒きついわこれきついわサブスピアルってことはこういうことやから